皆さんこんにちは、あやのです。今日はアメコとトラステに行った日のオタク Vlog です。ショヘとアメコがコラボしているってことを聞いたので、そのショヘモーモーが飲みたくて、この日はアメコに来ました。こんなね、ちっちゃいところにショヘがいてめっちゃ可愛いんで、これ撮ってって言ってるところですね。あと BOT のコラボのアイテムもあったりしました。ショヘモーモーね、購入したらステッカーもらえるんですけど、これもめっちゃ可愛かったです。たまたまね、違う絵柄が出ました。ショヘモーモーはショヘの出身地でもある長崎のいちごを使ってるみたいなんですけど、もうめちゃくちゃ美味しかったです。続いてトラステに来ました。ランペのリブートのグッズが欲しくて、この日はトラステに来たんですけど、カズマくんのブランケットだけちょっともう絶対手に入れたくって、発売当日の日にネットで購入したので、それ以外のグッズを買いに来ました。この後にランペのリブートのグッズも紹介するので、ぜひぜひ最後までご覧ください。そしてね、相方ファンタすごい好きなんですけど、パンフレットね見つけて即買いしてました。これ見せてもらったんですけど、本当にもうかっこよすぎてめっちゃ美女爆発してました。はい、グッズをね、リブートのグッズとかいろいろ買ってきたので開けてみたいと思います。開けてみる。これあるあるやけどさ、家帰ったら反対向きにするよ。かわいい、かわいい。これお気に入り、面白いし。おお、まあ、持ち手白珍しいし、ね、黒、ね、そう、確かに反対向きに巻いとこう。もう巻くやつ、反対側に巻いて。はい、フラッグでした。これ初めて買った、サポーターズボーン、やったっけ。そう、サポーターズボーン、サポーターズボーン入ってる。これね、今声出せないから、音なんでやって、カチ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 って。へぇ、タオル、タオル、シルバーですよね。すごいシルバーよね。そう、すごいシルバー。すごいライブね。そう、結構すごい、なんか可愛いね。いつもの私たちの写真の私たちの写真撮るスタイル、可愛いな。いる、なんてシンプルな、色のグレーシルバーです。白にも見えるけど、これかけてやろう。あのランペじゃないんですけどね。ファンタが絵師なんですけど、これね、バックトゥーザメモリーズのファンフレが行った時にこれちょっと買いそびれちゃったんで、売ってた、売ってたけど買いそびれちゃったから、やっとトラステで、そう、トラステで売ってた。中身の美術が最高すぎて、見せてもらったけどやばかった。本当に、買ってください。ファンタを宣伝していきたいね。ライブ行きたいもんね、ファンタ。楽しみやな、レイブ。7月から大阪を始まるので、一緒に行くんで。そう、参戦とか今回もめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、今日買ってきてんの。そうめっちゃ可愛いので、またいっぱいインスタとかにも載せると思います。